北市豆田町にある草の本家は、江戸時代に建てられた県内最古の商家で国の重要文化財に指定されています。屋敷内には江戸時代から明治時代までのひな人形178体が保管されていて、来月から始まるおひな祭りに向けて飾り付けが進められています。中でもおよそ300年前、 徳川芳芽の時代に作られた貴重な京宝びなを間近に見ることができるのが大きな魅力です。お人形に非常にあの動きがございますよね。職人さんの精魂込めたですね。このお人形をご覧いただけたらと思います。天霊をひたおひな祭りは来月15日から市内15の会場で始まります。